世界のトップデザイナー JW アンダーソンとユニクロがコラボした新しいコレクションが発売されました。今回はみんながどれを選んだのか人気ランキングで紹介しちゃいます。この番組は輝く私になっていくプチ研がお届けします。今回は発売されたばかりの JW アンダーソンのランキングを速報でお届けします。このチャンネルが独自に集計しているランキングです。直前のコラボのユニクロ U のランキングではなんと公式とほぼ同じでしたよ。ウィメンズのランキングは皆さんの予想通りあれがナンバーワンです。バッグ、ソックスは皆さんの想像通り圧倒的に人気です。今回は割愛します。メンズはあれがナンバーワンです。またまた有名なプロさんが見逃して紹介していないアイテムです。有名なプロがすごいといったものがもてはやされる時代は過ぎて、皆さん自身の感覚が大事になっているのが実感できますよね。実はここだけの話、インスタグラムさえ勢いを失いつつあります。次はどんなムーブが来るんでしょう。レディース人気の新作、ランキング形式で紹介します。第3位はプレミアムラムクルーネックセーター、長袖、価格は3990円。第2位はスフレヤーンフェンハイルカーディガン、長袖、お値段は3990円。そして第1位はエクストラファインメリノタートルネックセーター、長袖、価格は3990円。メンズ人気の新作、ランキング形式で紹介します。第3位はトラックパンツ、セットアップ可能、お値段は3990円。第2位はシューカットジーンズ、価格は4990円。そして第1位はトラックジャケット、セットアップ可能、価格は3990円。コーデのアイデア集やパーソナルカラーなど。プレミアムラムクルーネックセーター、長袖。柔らかな上質ウールを使用、身幅はジャストサイズくらいです。肩幅はジャストサイズくらいです。詳しいサイズの比較、雪丈は普通です。 SNS の人気コーデカラー01はフレアスカートと合わせてカラーは09。お肌の魅力を引き出せるカラーはこちら。人気アイテムとコーデの色の組み合わせの例です。イエベハルさんはマーメイドスカートのカラーが得意。スフレヤーンフェアイルカーディガン、長袖。チクチクしにくいスフレ素材を使用。身幅は大きめです。肩幅はゆったりです。詳しいサイズの比較、雪丈は普通です。 SNS の人気コーデカラス31はフレアスカートと合わせてカラーは65。パーソナルカラーごとの見合うカラーはこちらです。人気アイテムとコーデの色の組み合わせの例です。ブルベ夏さんはベルテッドタックワイドパンツのカラーが得意。
エクストラファインメリノタートルネックセーター、長袖。約 19.5 マイクロンの極細メリノウールを 100% 使用し、美しい光沢感と滑らかな肌触りを実現。身幅はジャストサイズくらいです。肩幅はジャストサイズくらいです。詳しいサイズの比較。雪丈は普通です。 SNS の人気コーデカラージュにはコットンブレンドストレートパンツと合わせてカラーは09。パーソナルカラーごとの見合うカラーはこちらです。人気アイテムとコーデの色の組み合わせの例です。家で春さんはサイドプリーツなロースカートのカラーがいい感じ。トラックパンツセットアップ可能。内股のさりげない切り替えに落ち着いた配色のカラーブロックをプラス。ウエストは小さめです。詳しいサイズの比較。渡り幅は少し広めです。股髪は少し深めです。裾幅は足首に向けて程よく細めです。 SNS の人気コーデカラー03はトラックジャケットと合わせてカラーは03。お肌の魅力を引き出せるカラーはこちら。パーソナルカラーを取り入れたシンプルコーデの色の組み合わせです。ブルベ夏さんはプレミアムラムリブ V ネックセーターのカラーがいい感じ。シュカットジーンズ。貝原社の本格的なコットン 100% デニム。詳しいサイズの比較。渡り幅は普通です。股髪は少し深めです。裾幅は足首に向けて少しだけ細めです。 SNS の人気コーデカラー64はトラックジャケットと合わせてカラーは69。お肌と調和するカラーごとにまとめました。パーソナルカラーを取り入れたシンプルコーデの色の組み合わせです。ブルベ夏さんはオーバーサイズシャツのカラーが得意。トラックジャケットセットアップ可能。落ち着いたカラーを使って前後で切り替えたカラーブロックデザイン。身幅は大きめです。肩幅はジャストサイズくらいです。詳しいサイズの比較。 SNS の人気コーデカラー03はトラックパンツと合わせてカラーは03。お肌と調和するカラーごとにまとめました。人気アイテムとコーデの色の組み合わせの例です。ブルベ夏さんはワイドフィットチノのカラーが得意。今日のコーデガチャ、ガチャ運は？はい、ユニクロスフレヤンフェアイルカーディガン長袖と GU ミドルライズフレアジーンズ B プラス EC丈短め 68.0cm ですね。なんと今回は人気の新作情報でした。ご覧いただきありがとうございます。この動画はユニクロ GU 島村ハウツレビューをテーマにお届けしました。